はようございます、サンドラです。なんかここ最近っていうか、正確には6月の初旬に無限ゾーンっていうポケカの拡張パック発売してからなんですけど、 YouTube のコメント欄でこれからポケカ始めたいんですけど何買ったらいいっすかねとか、ポケカ始めてみようかなみたいなコメントめちゃくちゃ増えたんですよね。いや、ほんと多くて、どれぐらい多いかっていうと、全人類マジで刷り込みされて生まれてきたんじゃないかってくらい多くて、実はこの世界マトリックスなんじゃないかって最近僕疑ってるんですけど、ザイオー！いや、なんか今ポケカ始めたいって言ってる人たちにちょっと言っておかなきゃいけないことがあって、まあ割と真面目な話なんですけれど、今始めたいって言ってる人たち、それね、大正解！いや、ナイス！最高のタイミングです！よく言ってくれた！一緒にやろう！まあ座れよ！って感じなんだけど、今日のこの動画で、とりあえず、今ポケカ始めたいなら、これ買っとけっていうおすすめのセットをいくつか紹介するから、まあ見てってくれ。いや、マジでいいタイミング、センスがいいね。今なら世界だって変えられる。というわけで、まあ今から始めるなら、とりあえずこいつ買っとけば間違いないっていうのが一個だけあるんですよ。ただ、それ、この動画上げてる時点だと、実はまだ発売してなくて、この動画を6月ぐらいに見てる人は、あと2週間ぐらいだけ待ってほしい。何が出るかっていうと、7月の10日、この動画上げてる時点で、まあ、多分、あと、20日ぐらい後かな、に、500円でポケカ始められるデッキが出るんですよ。V スタートデッキってやつなんですけれど、まあ、今ポケカ始めたいなら、とりあえずこれ買えばいいから、うん。まあ、何が言って、とにかく安いんですよ。気軽に、それ買ったらすぐポケカ対戦できるんですよね。で、とりあえずこれ買っとけば、その、ポケカで対戦するために必要なもの、まあ、友達以外なんですけれど、ポケカの束、デッキって言うんですけど、それとか、あと対戦中に使うダメ感とか色々あるんですけれど、そういうのが一通り入ってて、これ買っただけですぐバトルできるんですよ。あ、で、これは余談なんですけれど、実は2年前にこれと同じような500円のスタートデッキが発売してて、ちょうどそのタイミングでポケカがめちゃくちゃバズり散らかして、もう500円スタートデッキが人気すぎてどこ行ってもないみたいな状況になっちゃったんですよね。まあ、今回はその2年前みたいな売り切れ続出みたいなことにはまあ多分なんないだろうとは思ってるんですけど、まあ多分それでもこれでポケカ始める人多いと思います。実際ポケカ始めるに最適なセットなんで。で、7月10日に出る500円のスタートデッキって、9種類あって、まあ、種類がめちゃくちゃ多いんですよ。で、ぶっちゃけどれ買ってもいいっす。キャラ人気的に結構人気なポケモンがパッケージになってると思うんで、好きなやつ買ったらいいっす。まあ、正直どれ買ってもあんま大差ないんで、全部楽しめると思います。で、具体的にその500円のスタートデッキがどういうポケモンが入ってるかっていうのは、ちょっと前に動画を出してるんで、そっち見てもらえれば、あ、500円スタートデッキこんなもんなんだなっていうのが多分わかると思うんで、よかったらそっちリンク貼っとくんで、見てください。で、まあ今ポケカ始めたいって言ってる人たちには、まあ間違いなくこれをおすすめしたいんですけれど、まあいろんな面で総合的に考えてね。まあただ一応なんだかんだ発売までちょっとまだ期間があるんで、7月10日まで待ちきれないリアルパワー系ゴリラの皆さんに、まあ今すぐ始めるならっていう意味でおすすめの商品2つだけ絞って紹介しておきます。まあただこれに関しては、なんていうかな、その始めたいって言ってる人の状況、まあ本当にゼロからポケカを始める人なのか、実は昔やっててある程度知識がある上でもう一回始めたい人なのかとか、まあいろいろその人によって状況が様々なので、一旦 Y が考えてるやつを2個だけ絞って紹介しておきます。あんま量多すぎても決めきれないと思うんで。まず一つ目、これは、3ヶ月前かな、今年の3月に出たやつなんですけれど、リザードン VMAX っていう、まあ、リザードンが主役のスターターデッキ。まあ、これは、今買うにしても個人的にめちゃくちゃおすすめのスターターセットだと思います。まあ、これも言ったら、500円スタートデッキと一緒で、これ買ったらすぐポケカ対戦ができますよっていうセットなんですけど、値段が1500-1600円かな、まあ、消費税込みでもうちょい高くなると思うんですけれど、まあ、500円スタートデッキと比べるとちょっと高めなんですけれど、まあ、最近発売したセットの中だとこれがこれから始める人にとってはまあ一番いいかなっていうふうに個人的には思ってますね。まあ、このデッキ何がいいって、まあ、買っただけですぐポケカ始めれるっていうのはいいんですけど、この中に入ってる主役のリザードン V とリザードン V マックスってポケモンがいるんですけど、こいつがめちゃくちゃ強いんですよ。で、それでいて、まあ、なんていうかな、今後ポケカやる上で、いろんなデッキを組む際に、基盤として使えるカードが、まあ、全部とは言わないんですけど、ある程度一通り入ってるんですよね。で、特にクイックボールっていうカードがあるんですけれど、そのカード、今のポケモンカードの中で一番使われてるんじゃないかってぐらい、必須級のカードなんですよ。で、このクイックボールっていうカード、入手方法が難しいってほどじゃないんですけれど、若干集めづらいカードではあるんですよね。で、このクイックボールっていうカードが、このリザードンのスターター買うと2枚入ってるんですよ。で、ポケモンカードって一つのデッキを組んで戦う際に基本的に同じ名前のカード4枚までしか入れれないんですけれど、まあ、これ1個買うだけでクイックボール2枚半分集まっちまうよっていうことですね。他にも博士の研究とか白のとかリセットスタンプとか、まあ、今後ポケカやっていく上で必要なカードっていうのが一応ある程度入っていて、
まあ、今後リザードンのデッキを組む上でも、リザードン以外のデッキを組んでいく上でもいいカードがぼちぼち入ってると。で、このデッキ、リザードン VMAX をより活躍させれるように改造していくと、普通に大会とかでもギャッギャンに勝てるデッキになるんで、そういう将来性っていう意味でもすごいおすすめです。で、まあ、ただ、同時発売で、オーロンゲのスターターデッキも実は発売してて、で、こっちのデッキも、ま、悪くはないんだけど、現状ですよ。現状、個人的な考えとしては、オーロンゲ推しとかじゃない限りは、まあ、リザードのデッキ買っといた方がいいんじゃないかなと思います。まあ、ぶっちゃけ本音で言えば何買ってもいいんじゃねとは思ってはいるんですけれど、まあ、ただ世間一般的な考えでいくと多分リザードン買っといた方がいいと思う。理由としては、まあ、そもそも現状オーロンゲよりもリザードンの方が分かりやすく強いっていう点と、あとこっちのオーロンゲのデッキ、そのさっきクイックボールっていうカード説明したと思うんですけれど、それがなぜかオーロンゲの方には1枚しか入ってないんですよね。まあ、そういう点で総合的に見ると、まあ、リザードン買っといた方がいいんじゃないみたいな感じ。まあ、別にオーロンゲが好きな人はオーロンゲでもいいと思います。結局ポケカハマっていくといろんなデッキ組むことになるんで、結局オーロンゲに入ってるパーツも集めることにはまあどうせなると思うんで、はい、まあ7月10日が待ちきれない人はリザードンのスターターっていうか、まあ別に500円スタートデッキ出た後でもリザードンのスターター買っていいと思いますけどね。なんだったらリザードンのスターター買った後、この500円のスタートデッキに炎タイプのデッキが1個あるんですけれど、それとリザードンのスターター組み合わせてやるだけでもだいぶ強いデッキになると思います。あ、個人的にはそれが結構おすすめかな。うん、そっちの方がいいっすね。だから今リザードンも買いましょう。はい、まあ別に500円スタートまで待てばいいと思いますけど。で、最後にもう一個だけ。これはね、ちょっと前にも紹介した気がするんですけれど、プレミアムトレーナーボックスってやつですね。お金に余裕があって、これから、がっつりポケカー始めたいっていう人たちは、こっちのプレミアムトレーナーボックスも買っておくといいと思います。ただ、この商品って、そのさっきのスターターセットとかと違って、買ってすぐポケカで遊べるわけじゃないんですよね。で、ただこれからポケカをやって、いろんなデッキを組んでいく上で、大体どのデッキにも入ってるような、まあなんていうかな、そういう基盤となるような大事な、まあデッキの骨組みとなるようなパーツ、カードがたくさん入ってるんですよ。まあなんで、これを買っておけば、今後いろんなデッキが組みやすくなりますよっていう、そういうセットですね。で、そのカード以外にも、なんていうか、そのカードをやる上での周辺グッズっていうのも充実してて、対戦する上でダメ感っていうやつが必要になってきて、それがまあ、なんていうかな、この500円とか1600円のスターターセットにも入ってるんですけど、この辺が紙製なのに対して、こっちのプレミアムトレーナーボックスに入ってるダメ感はアクリル製でちょっと豪華なんですよね。まあ僕のイメージだと、ポケカがっつりやってる人は結構このアクリル製を好んで使ってるイメージ。まあそういう形から入るっていう意味でも本格的に始めれるやつ。まあ今後ポケカをがっつりやっていくなら、まあ買っといて損なしっていうやつですね。ただちょっと高いんですけど、5500円ぐらいするのかな。あーでもこれあれか、話してて気づいたけど、デッキシールドが入ってないんですね、これは。あれ今まで入ってなかったっけな。まあいいや。まあデッキシールドっていう、まあ多分カードゲームやったことある人だったら、まあ結構知ってる人も多いと思うんですけれど、まあカードを一枚一枚保護する、俗にスリーブって言われるやつですね。あれ、まあカードにつけてやんないと、対戦すればするほどカードバッキバキのぐっちゃぐちゃになっちゃうんで、まあこれ買うんだったら一緒にデッキシールド、まあスリーブと言われるものも、まあ買っといた方がいいと思います。まあそれ言い出したら、プレイマット替えだの、まあなんかいろいろキリがなくなるんですけれど、まあでも、うん、デッキシールドは一緒に買っとくといいかもしれないですね。で、大体そういうカードゲームやってる人たちって、なんか必要なパーツ、必要なカードとかって、まあ今だと中古のカードショップなり、通販なりでシングルで購入するっていうのが、まあ大体カードやってる人たちだと、まあやることなんですけれど、そういうのって、まあ個人的な考えなんですけど、なんていうかある程度カードが集まってきてからやんないと、最初からそういうのを集めると多分多すぎてわけわかんなくなるんですよね。そういう基礎的なカード集める際っていうのは、まあ基本的にこういう公式から出てるセットを買うのが、金銭的にもその1枚1枚探して買うっていう労働力的にも圧倒的に効率的っていうのが、まあ僕の考えなんで、まあ将来を見据えるっていう意味でもプレミアムトレーナーボックスは買っといて損ないと思います。で、一応このセット、ソードシールドっていう比較的新しめの拡張パックも結構いっぱい入ってて、カードやってるやつが血まなこになってくるったように開けてる、ランダムでカードが入ってるやつですね。あれも結構多めで、確か20パックぐらい入ってた気がするんで、まあカードゲームの沼に引きずり込まれる第一歩を踏み出すこともできると。まあまとめとしては、今ポケカ始めたいって言ってる人たち、それは大正解ですよと。で、今度7月10日に出る500円の V スタートデッキがポケカ始める上で土着層おすすめですよと。で、待ちきれない人とかがっつりやりたい人は、リザードンのスターターセットが中身的にもおすすめで、さらに本格的に始めたい人はプレミアムトレーナーボックスで必須系のカードっていうのを集めていくのがいいと。ここから打足になるんですけど、これからまあ多分新規のポケカやる人が増えていくだろうっていうのが予想されるので、まあ僕のチャンネルでもね、初心者の人向けの動画っていうのを増やしていこうと思います。そうでなくても、ほぼ毎
毎日ポケカの動画アップしてるんで、まあ、チャンネル登録してね、また見に来てくれたら嬉しいなと思います。まあ、一応このチャンネル、日本で一番大きいポケカ専門のチャンネルなんでね、まあ、ぜひまた遊びに来てくださいよ。それではまた次回の動画でお会いしましょう！さよなら！